はい、えー、そしたらですね、えー、この間の、えー、スタジオに入る前に、えー、自宅でやっておくべきトレーニングだったり、ドラマーにとって何をしていくべきかっていう、えー、お話をしたと思うんですけど、えー、じゃあこれをね、えー、いかに達成しやすくするかっていう方法は、えー、まあ、ちらっと 紹介したと思うんですけど「if」と「then」「then I would」を決めておくと例えば、うんえー、例えば、えー、他に仕事してたり趣味でやっていたり、えー、毎日こうドラム練習のために時間が割けないという場合の方は例えばそれだとしても、えー 例えば1時間は絶対に、えー、ちょっとドラムライブがあったりコンサートを披露しなきゃいけないから1時間は練習をする時間を設けたいと、まあ、最低でも30分24時間あるうちの30分はこのドラム練習を設けたいっていう目標を例えば作ったとしても、えー、これが そううまくいくっていうことは、えー、なかなか限らないわけです。で、大抵の人はそうやったとしても、えー、全然うまくこういかないっていうことも、えー、よくあると思うんですが、これを2倍3倍にやる方法っていうのがその if もし、えー、何々なったらば、えー、then えー、私は何々をするっていうことを前もっっててて想像しておくってことが肝心なんです、えー、例えばその「F」の部分には、えー、最悪のケースをなるべく考えておくってことが大事でまあ 最悪のケースって一体何だろうって考えた時に、えー、例えば命を落とすこと死ぬことっていうのは別にそんなに最悪でではなないんです、えー、なぜならそこでもう終わりですから別にもうドラムも作曲も音楽も仕事も何も関係なくなっちゃいますからそれって別にそうでもないんですただ、えー、例えば、まあ、考えたくないんですが片腕をなくすとか。 えー、指をなくすとか足をなくすとか五体不満足じゃなくなるドラム自体やれないもしくはこう生きてることさえちょっと難しくなるみたいなそうなった時にじゃ僕は一体どうするかドラムをやめるのかそれともあそれを続けるためにどうするかな っていうことを、えー、ちょっと考えてみるっていうことがすごく大事で、まあ、そこまで <laughs>、えー、最悪なケースのことじゃなくても例えばこう30分の練習をするって決めたとしても、まあ、予想外の出来事っていうのが結構起こってくるんですね。で1日ちょっと忙しいああこれしようと思ったのに結局時間なくなっちゃった。 あれでもこの時こういう時間がなくなった時何するって決めてたっけっていうその前もって決めてたことを思い出すとえそれが結構できるようになったりするんです。でこういうことをえもうまあ何でもいいんですけど例えばノートだったりえスマートフォンだったりいろんな都合にメモしておくんですね。で なるべくたくたさんそれをやっておくとでそうしておくと、えーま、結構いろんなことが起こったとしてもちょっと対処できる対処しやすくなるってことが起こるんです。えーま、ものは試しということで、えー、これ結構あの頻繁に使われてるんで是非興味ある方やってみてください。 でえー、これの大事なところがですね、えー、こういうふうにちっちゃな例えば目標を具体的に「えー、if then planning」っていうんですけど、えー、これをまあ決めてちょっとずつあれ達成できたっていうふうにやっていくと結構それって快感になって例えばああなんだマラソン選手とかよくランナーズハイになるっていうあの感覚 まあ、麻薬中毒者が麻薬をやめられないみたいなタバコをやめられないお酒をやめられないみたいな結局その快感になってくるんですねでこれはいい快感で、えー、目標を達成するあまたは次の目標を達成できるっていうふうにこう快感になっていくとこれ結局やめられなくなってでもそれってすごくいいことで。 ですから、えー、ぜひこれは、えー、おすすめとして、えー、1日10分でいいからちょっと考えてみると面白いと思います。えー、それではまた、えー、次回お会いしましょう。